トリビア。それは人生には全く役に立たない無駄な知識。人はなぜ無駄だと分かっている知識を追い求めるのでしょうか。かの SF 作家アイザック・アシモフはこう言いました。人間は無用な知識が増えることで快感を覚えることができる唯一の動物である。今日は一体どんなトリビアが私たちをへえと言わせてくれるのでしょうか。はい、というわけで前回に引き続きワンピーストリビアの泉後編をやっていこうと思います。いやもう前半もね大盛り上がりで、興味深いものもあれば、それからあれっていうのもあれば、面白いトリビアが続々ね出てまいりまして、やっぱトリビアってすごいですね。トリビアという企画自体がやっぱりね、酒井健作すごいわ、構成作家さんね。はい、ゲームセンター CX とかもねやってらっしゃる。所長は稼がなくていいのよ。所長何 A とかあるの。はい、じゃ早速2巡目やっていこうかなと思います、はい、トップバッターは今回もキリさん、またお願いしたいと思います。この番組はワンピース大好き YouTuber の高橋藤之介が同じくワンピースが大好きな仲間を探しながらさまざまな企画にチャレンジし、ワンピースの楽しさをより多くの人に伝えていくための番組です。仲間がいる YouTube。 では最初のトリビアはこちらです。お、名人。ゾロとサンジの仲が悪い理由は、サイとトカゲ。ちょっとマニアも、あーみたいな感じになっておりますが、ゾロとサンジといえばやっぱりこうね仲が悪いというか、こういがみ合ってるというイメージがありますが、これがサイとトカゲ、どういうことなんでしょうか。キリさん、ご説明お願いします。はい、今やもう四皇の大幹部を倒すほどの両翼と呼ばれるゾロとサンジですけれど、仲がとにかく悪いんですよね。まあそうですね。例えば、ロングディングロングランドでも、あの敵がいるにもかかわらずこうやってねいがみ合っちゃう二人なんですけど、確かに会った時からそりが合わない感じだったんですが、まあ決定的にこの二人が喧嘩を始めたっていうのがどこかっていう場面がありまして、まあそれがこちらですね、リトルガーデンです。サンジがゾロに獲物を取ってきてくれって言ったら、ゾロがお前じゃ仕留められないようなのを取ってくるって言って、まあ余計なこと言うもんだから仮勝負が始まってしまいます、でまあ仮勝負2人とも一生懸命やって、ここ恐竜がいっぱいいるんで恐竜を捕まえるんですけれど、まあ結果はこんな感じですね。俺のトカゲの勝ちだ、いや俺のサイの方がでけえと、同じぐらいの大きさだな、確かに。どっちも同じぐらい大きいよっていうふうに言ってるんですよ。これに関して仲間たちは、まあ、どっちでもいいじゃんと、ビビは引き分けじゃダメなのって言うんですけど、勝負に引き分けはねえと、まあ、ゾロのセリフですね。本当だ、多分これがきっかけで2人は俺が上だ、いやいや俺の方が上だとずっ と戦いを続けちゃってるんですね。で、まあ、リトルガーデンはこれ2000年の出来事なんで、2000年かも、そう22年間、現実の世界で言うとね、このトカゲとサイのトカゲサイ頂上戦争が始まって、好きだな、そうまた頂上戦争が、頂上戦争が始まってしまって、戦いをもういいんですけど、誰が終わらせんねんこれ。そう、終わらない、これは終わらせられない。なんか今聞いて、いやいやと、トカゲサイ頂上戦争とか言ってるけど、22年これで続くわけないだろう。いや、そりゃそうですよ、たかだかこんなことで思うかもしれないけど、もっと喧嘩してる人たちがいるんですよ。というのがこちらですね。この人たちは100年間結局これで102年目ですね今。そう、トカゲサイ頂上戦争みたいなことをやっちゃってるわけなんです。この人はもともと親友なんですよ、すごい仲良しでこうやって一緒にね、お酒を飲んでたりもするわけです。でゾロとサンジも実は小林村では、まあ、仲良くね、こう2人で過ごすような、まあ、これルフィはちょこちょこ動いてるはずですから、過ごすような時間もあった。あ、本当だ、はい、そうだね、まさにこれ、そっか、この時は2人で飯食ってるんだ。タイでこう過ごす時間とかあった、この2人は。今だったら、なんかこんなつまんない空間俺はいないぜとか言っちゃうところですけど、確かに今やこの2人はこいつにだけは負けられないっていう戦いを選手としてもう22年間ただただ続けてるという状態、多分ゾロとサンジももうなんで自分たちが喧嘩してるか理由など、まあ、とうに忘れてる。忘れてる。こんなかっこよく見開きで、この感じがでっけえ。そう、でっけえ。ウソップとかがお前らサイとトカゲからじゃねえかとか言うかもしれないけど、そうだっけ、いやもうとにかく譲れないこいつにだけは、ゾロの
目標って、うん、まあ、皆さん分かると思うんですけど、世界一の、ね、剣豪、うんうん、ジュラキュル・ミホークを倒す、はい、サンジはあのオールブルーを見つけるじゃないですか、うんうん、はい、でまあ、グランドラインを旅するんで最低限のこう武力戦闘力は必要だと思うんですけど、はい、ゾロやルフィほどの極まった力は本当は必要ないんですよ。確かに、そう、確かにね、だけど、はいはい、トカゲサイだっけ、サイトカゲだっけ忘れた頂上戦争で頂上戦争でって言ったら紛らわしいんで、トカゲサイつけてくれトカゲサイ頂上戦争で、あのゾロにもう負けられない、はい、なってからはゾロが鉄を切れるようになればサンジもさらに強くなり、サンジが後ろジャブラを倒せばゾロも同格の核を倒すと、あのもう負けられない戦いが常に2人の間で繰り広げられて、いよいよもうその極まってキングクイーンすら倒してしまうほどの存在になったんじゃないかなと私は思ってます。いかがでしょうか。素晴らしい、拍手。いや確かに、いやこれでもなんかマニアの皆さんも結構ね最初聞いた時はあなんかそういえばそんなのあったかなみたいな感じだったけど、うんうんうん、それ以上のなんかこう説得力がすごいあったなと思いますが、うんうん、高橋くんどうでした。いや確かにそうですわ。サンジってオールブルー見つけるって別に正直な話ウソップみたいに、うん、要はちょっとね力的には劣ってても問題ない夢ですよね、うん、最後一緒に行けば、うん、でも確かにそこにゾロがいることによってサンジも強くなる理由がありますもん。あるわ。リトルガーデンの喧嘩がなかったらサンジはもしかしたらまあまあぐらいだったかもしれない、うん、ようやくとは言われてない可能性があるんだ、まあまあ、そう。ブレックどうでしょう、この見方、読み方。感動しました。どこに感動したか、こちらのコマ、うん、あの2人が暇つぶししてるシーンがあったとは気づかなかったです。でルフィの方に目いきますもんね、これね、うん、そうなんですよ。確かにゾロサンジは別にスルーしちゃってたとか、うん、意識に持ってんのお前って。そう、うん、やっぱりね、2巡目もトップバッターとして素晴らしい年だと思います。では、はい、高橋くん何編ですか。はい、はい、18編。おお、高めですね、18編。そして、松木くん。はい、16編。おお、いい感じです。出口さん、お願いします。16編です。16編。そして、グレッグ。18編、はい、まあ、このコマが大きかったですね、やっぱね。これね、でかい。いや、合計が68編。おお、拍手。わ、2巡目も強いな。やはり、平均打点が高い。高いな。続いてのトリビアはこちらです。ルフィはフランキーが仲間になることを予言していた。予言、ちょっとこれは気になりますね。まず、空島から戻ってきた一味、うんうんうん、ボロボロのメリー号を修繕して、うん、船大工を仲間に入れようと考えています。ここは、ね、船大工をね、そんな流れで、うん、ルフィが描いた理想の船大工の絵がこちら、うん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 、あ、いたわ、はい、いたこいつ、はい、そうよく見てください、はい、フランキーそっくりです。おー、すげえ、本当だ。うお、ほんまや、ほんまや、あれっぽい水色の鼻。予言してるわ。サイボーグっぽい鼻、大きめな両腕、うん、これだけだと単なる偶然でしょ。まあまあ、そうですね。でもこれもすごいですけどね、十分が、うん、が偶然ではない。まだあるんですか。偶然ですよ、これ兆候があります。なんですか。今年発売したワンピースマガジンで証明されたのです。人気コーナー夢の一枚にて小田先生が読者のリクエストに応えた書き下ろしイラストです、うん、はい、もしもルフィが筆筆の実を食べて一味を描いたらというイラスト。この絵をよく見るとフランキーは当時描かれた船大工とそっくりです。本当だ、本当だ、すごい。2年後になってますね。2年後、なるほど、2年後。面白い。腕の形とかもね、うん、いや髪とかもうまんまや、すげえ。これはすごいな。ルフィにはこう見えてるってことだもんね。多分ルフィの目にはフランキーがこういう風に見えてるってことですね。ルフィは理想の船大工としてフランキーそのものを描いていたというわけです。すごい、拍手。すげえ、これはすごいですね。予言してるわルフィ。おもろ。これだけではないですよ。え、まだ、タオザンドサニー号の船首っていうんですかね、頭の部分、はいはいはい、空島から戻ってきた時に何を買うか、このお金で何を買うかっていう話になって、ルフィはでっかいライオンの像を買いたい、でっかいライオンの像は
結局ないんですが、うん、ライオンの選手になっていますので、うん、ルフィの理想の通り言ったことが現実になってるというか行動に移してるってことだ。理想を実現させていく男ってことですね。だからね、ルフィにはナミはああ見えてるってこと。もう完全にナミもそうですよね。だからああ見えてるんだとしたら絶対そうだね。初めてこの絵を見たときに、うん、誰を一番うまく描いてるか、皆さんはどう思いますか。チョッパーとかはね、うん、まあマスコットがあるから。ゾロうまいっすよ、ね、ゾロうまいね。ゾロうまいね。ゾロうまい。さすが右上でと思って。なるほど、ゾロ三次は確かにうまいかもしれない。ゾロあれですよね、あの左手って三代鬼徹なんで、ちゃんと若い妖刀だから、うん、妖刀で見えてるのかな。そうか、あーなるほど。刀のあれを入れちゃった今。好きやねん刀がね。紙面を見るとどういう風に書かれていったかっていうラフなんかもね見えて、はいはいはい、そこなんかもチェックしてみるとね面白いかもしれない。確かに。ピリさん、なんか追加トリビアとかありますか。フランキーがルフィの理想の船大工ってのは本当にそうで、ルフィって2年前ってずっと赤いジャケットをボタンを閉めてるじゃないですか、うん、けどあのスリラーバークから着替えるんですけど、ずっと胸を開いてるんですよね、うん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 、でその後シャボニー諸島行った時も青いジャケット着てて胸はだけてて、はいはい、ずっとフランキーみたいにこうそっから胸筋を見せるようになったんですよ。フランキーの影響で。そう、フランキーの影響なの。フランキーが少なくとも仲間になってから、彼はなんかなぜか仲間の前でボタンを止めることをやめて、アマゾンディーに飛ばされた後は頂上戦争終わるまでずっとボタン止めてるんですよ。だから仲間の前以外ではやっぱり失礼かなみたいな。あるのか。いや、やっぱマキノにほら、ま、教わってるじゃないですか、マキノに。でも2年後なんかずっとみんなこう見えてるイメージですよ。だからもう仲間の前では常にこう、だからそれってフランキーを見ててやっぱかっけえなみたいな。うわー、なるほどね。確かに。思ってます。やっぱフランキー自体がもう理想ってことですよね。実際男の子の理想みたいなやつですよね。ってことは皆さんこうフランキーになりたい。なりたいなりたいなりたいですよ。こういうもうこうね。でも確かになんか今のデビューさんの反応を見て思ったのは、男が憧れる男ですね。そうですね。永瀬智也みたいな。はいはい。まあわかりますよ。永瀬智也っぽいもん。ちなみに、お、ちなみにが福井県で英語教師させていただいてるんですが、はい、挨拶で必ず How are you と聞きます。うん、教え子の8割ぐらいがこう答えてくれます。I'm super! そうだ、これは本当の話です。本当の話だ。本当の話で、一番仲のいいクラスは、クラス全員、男も女の子も、super! ってやります。すごい。それいいのかな。海外で通じないと思うんですけど。すげえ。面白いですね。ということで、グレッグの面白トリビアでございました。ありがとうございます。すごい。では、高橋くん。何兵でしょうか。いやーそうですね、はい、18兵で、ではのすけくん15兵。出口さんお願いします。18兵で。やっきりさん20兵です。フランキー好きだから。フランキー好きだから。そんたくあるんじゃないこれ。いやいいですよね。でもね、そのだから絵はねみんな知ってるかもしれないけど、はい、それがまさかの夢の一枚でね、はい、回収されてると。あとサニー号の方も僕は本当に気づいてなかった。そっか、確かに。ちょっとあれは強かったね。確かにね、あれは強い。では合計が71兵。回収。75兵。70超えてきた。それでは参りましょう。たかしさんの2回目のトリビアはこちらです。お、涙。涙にはお金より好きなものが結構ある。結構ね。なんかたかしのやつさっきとても嬉しかった。確かに。1本目はね。このシリーズでいきますんで。割とざっくりしてる。ざっくりなのトリビアで。とはいえやはりナミといえば、はいはい、お金大好きな、ね、キャラクターですから、お金の好きなものっていうのはどういうことなんでしょうか。たかし君お願いします。ナミさんね、まあ、お金が大好きなんですけれども、うん、まあ、このトリビア聞いた後ちょっとねハートフルな気持ちになってくれるんじゃないかなと。ナミさんがなんでお金好きなのかなってところまでちょっと話していきますので、ぜひ最後まで聞いて、意外と深そう。はい、まずですね、まあ、ナミさんはお金が大好き、これはもうね、うん、キャラクターとしても有名でございます、うん、麦わらの一味航海士でまず最初にルフィに出会った時にもこういった形で言ってました。海賊は嫌いだと、まあ、これはアーロンの影響だったわけなんですけれども、はい、うん、その後好きなものはお金とみかんと、うん、
まあ、お金とみかんが好きであるキャラクターっていうのはもう有名ですよね、はい、そんな奈美さんなんですけれども、うん、まあ、お金より好きなものが何個か本編で描かれてるんですよ、うん、こちらですね、まず一つ目、うん、空島でルフィが、エネルたちがいるアッパーヤードに冒険に行くと言っている時に、うん、ナミがそれの危ないとこをエルトール見ちゃったんですよね、うん、だから私は行かないと、何が大冒険よとルフィを詰めて、ルフィがデルタとアホイエ、お前は冒険と命どっちが大事だと言われた時、うん、命よその次はお金、うんうんうん、これはもうセリフで言っていますね、はい、命の方がやっぱお金より大事なんです。あ、それはそうか。なのでまずこのね、不統合の法則がまず成り立ちました。成り立ちました。冒険大なりお金大なり命です。命より大切なものはないですからね。ないです。さすがにないか。やっぱこの方程式はもう成り立ってますね。わかります、わかります。この次ですね、もう同じ空島で描かれたコマです。エネルがマクシムに乗って移動してっちゃうときに、ナミだけが残ったんですよね、うん、でルフィも落っこっちゃって私一人しかいないとなったときに、まあエネルがこう言ってるわけですよね。貴様とて先に望む未来もあろうと、うん、そしたらナミさん、望む未来あります、だけどこのままあなたと行けば私は一人ぼっちも同じ、うん、望むものを一人で手に入れて何が楽しいの、本当はやりたいこともたくさんあるけど、あんたと一緒に行くくらいなら私も何もいらない。え、そしてエネルさん、命もと。えほんまや。つまりは命を捨ててまで仲間と一緒にいたいということを選んでるわけなんですよね。ということは、うん、冒険大なりお金大なり自分の命大なり仲間たちと過ごすこと。そうか。でこれ一番右上のコマが熱いんですよ。何、望むものを一人で手に入れて何が楽しいのって言ってるとこ、うん、みんなで宴してるとこ。ほんまや。あ、ほんとだ。つまり仲間たちと宴してる瞬間の方が大事なんですよ。そうだ。命を捨ててでもエネルに歯向かってるわけなんですよね。しかも最初キャンプファイヤーいらないみたいなこと言ってましたね。そうだね。いらないって言ってたの。なのにここで思い返してるのは仲間たちと楽しかったキャンプファイヤー。わー、ほんとだ。激アツなんですよ。熱い。で、そしてもう一つあります。何、お、なんすか。次ですね、シャボンディ諸島にてですね、はい、ヒューマンショップありました、はい、でここで、うん、麦わらの一味の友達のケイミーが売られてしまうと、うんうん、そうなった時のナミさんの男気ですね、うん、手が出せないならここのルールでケイミーを取り戻してやるわと、うんうんうん、船にはまあ2億あると、うん、2億あるんで、まあ、買えると、うん、そしたらハチタが俺そんなに返せないというわけですが、うん、左上のコマはナミさん、私たちの友達を奪い返せるのならいくらかかろうと構わない、うん、本当だ、文句ないでしょ、この顔です。一切もう不安も迷いもなし、うん、ない友達をお金で買うと、ああ、つまりはお金より友達が大事なんですよね。本当だ。つまりこうです。つまり冒険大なりお金大なり命大なり仲間と一緒にいること友達です。ああ、この方程式どんどん増えてくる。ナミさんに関しては成り立つんですね。結構あるな。お金の上増えてくる。意外とあるんですよ。結論的にはまあこれが結構あることなんですね、はい、これがまずなんでナミさんってそういうことになったんだろうと、うん、なんでまずお金が好きなんだろうっていうところを考えていくと、はい、まずナミさん幼少期ですね、僕らし村で、まあ、貧乏だと、うんうん、うちも貧乏でお金がなかったよと話してました、うん、で、まあ、そもそもがねやっぱちょっとお金が欲しいっていう面もあるかもしれないんですが、やはり皆さんご存知の通り、ナミ、うん、さんの故郷国橋村はアールの支配があって、うん、まあ悲しい事件がありましたと。でその後ナミさんは国橋村の人たちを救うために命がけで1億ベリーを稼ぐと、すべて手に入れて1億ベリーで村を買うと。つまりここってどういうことかっていうと、村の人たちの命を1億で買うということをもうこの時点で決断してるんですよ。そうじゃん。この時にお金より大事なものは自分にとっての大切な人という概念がナミさんの中でも出来上がってたんですよね。うまい。やはりナミさんにとってのお金というのは大切な人たちの笑顔を見れる大切な要素なんだというお話でございました。以上です。いい話。拍手。これはいい話でしたね。のすけくんどうでした。いや、エモいし、うん、エモいしすごい、いすごい熱くなってるわ、のすけさんも。エモいし、エメーシメリー号、サイン号、家だとしたら、うん、家計をね、預かる立場としてそれは厳しいじゃないですか、やっぱり8割私のへそくりだとか言って ね、 あの財宝を分けたぐらいなんで厳しいんだけど、ちゃんと井上さん、奈美さんで考えてくれてるっていう。確かに分かって、よかった。グレッグどうでしょうか、これ、はい、海外の方から見て。友達はなんとなくそれをストーリーで感じていた、うんうんうん、感じていたけど、ちゃんとその証拠があるっていうのは知らなかった、うん、なるほどね。セリフがちゃんと残っているのが、はい、うん、すごいと。セリフもあるし、仲間と一緒にいることはこれすごいですよね。宴の明確なねセリフではないわけですけども。思い出してるな。出口さんいかがでしたでしょうか。普段貯めてるへそくりもその一味が何かあった時のために残してるかもしれないんですけど、あえてそれを一味に言葉として言わないってところがナミさんの、ね、っていう風に
そうだね、確かにね。ナミさんのことどんどん好きになっちゃうの、これ。いや、もう、これちゃうでしょ、これ。ヒデさん、なんか追加のトリビアとかありますか？あの、ルフィが好きなもの肉で、はい、ゾロが好きなもの酒じゃないですか、はい、けど、はっきり肉酒、肉酒言い出したのは、実はナミが船に乗ってからなんですよ。それまでは、2人は本当に無鉄砲すぎて、はい、あの、何にも考えずに生きてて、奇跡的に生き延びてる感じだったんですけど、でも、ナミが仲間になってくれて、命の次のものが、うん、彼らもちゃんと言えるようになったから、生活水準がまず一回上がってるんですよ。ナミのおかげでね。そうだから、さっきのおすけさんがおっしゃった、その家計を預かるって本当にルフィたちは気づいてないかもしれないけど、ナミのおかげでルフィたちがあんな贅沢に自分の好きなものを言えてるっていうのは本当なんですよね。生活水準になってますよ。なるほど。はい、ということで、おすけくん何兵でしょうか？19兵。おー、高いね。キリさん17兵で、高め。出口さん私20兵。おー、強い。これはね、ちょっとドラマチックな話でもあるんですが、そしてグレック、何兵でしょうか？はい、心を温めてくれたので、18兵。18兵、高めだよ。すごい。合計はやばい、70兵ということで、1巡目のキリさんと同点で、おお、やったー、ただいま1位でございます。拍手。合計まさか、1位でやった。やった、やっぱここですよ、人間ここですね、やっぱね。それでは最後のトリビアはこちらです。ルフィの食欲は凄い。これ本当なんですよ、皆さん。知ってる、知ってる。これ、いや、ちょっと待って、これ皆さんね、おいおい、知ってるよ。まさかと思うんでしょ。知ってるの、これは。いや、わかる。あの、食べ過ぎだし、従ってないのよ。これで終われてもいいぐらい。いいぐらい、知ってる。これね、もう、じゃあちょっとここからね、大逆転があるんでしょうか。これはね、ぜひ聞いてほしい。これ皆さん、見てください、最後まで。はい、野助くんお願いします。はい、まず今回、大きく2つの、まあ、セクションというか、区間がありまして、まず1つはもちろん、ルフィ自身の食欲の凄さ、その後に、うん、その食欲が与える影響、これを理解していただくためにやっていきますので、はいはい、お付き合いください。まず、まあ、こちらアラバスタで宴しているところですね、うん、3日間寝込んで15食分食い損ねたっていう計算のもとに、これだけルフィは食ってるわけですよ。計算早いんだよね。そうです、そうです、はい、カチカチカチンチンと言ってすぐ計算できて、うん、でね、こっからそのルフィのその食事シーンが大きく描かれるたびに、どんどんその食い方が進化してるんですよね。続いてちょっと見てみましょうか。こちら、はい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 、これウォーターセブン編、サンジも言ってますが、寝たまま飯を食う技を身につけたらしい、はいはい、要は寝てる間にも食い損ねたくないと、はい、うめえうめえって言ってるもんね。寝言なんか分かんないですけど言ってます。食い方が一段階進化しました。ギアセカンドです、はい、ギアセカンドの後ですね。続いて、はいはいはい、こちらはドレスローサイですね、はいはい、ゾロが突っ込んでる通り、怒る、泣く、急ぐ、寝る、食う、全てを同時にやってます。まず休まなきゃいけないから寝てると思うんですよ、最初に、はい、で寝てて食い損ねたくないからその間に食ってるんですよ、まあ、さっきの言ったんですよね、うん、でもキロスがレベッカのことを本当の娘だとしたくないっていう話を、はいはいはい、まあ、国民に広めて、うん、でなんだそりゃ、うん、そんなことなんですんだよっていう、怒りでまず怒ってる、はい、うん、サボが生きてるって分かって、うん、一緒にね、なんかいろいろ話したりできるんかなと思ってたけど、うん、サボは妖怪人間だからすぐ帰っちゃった、うん、悲しい、うん、帰ってきてる、うん、さらにはサンジたちがこの時、うん、先にゾウに行っちゃって、うん、一味がバラバラになっちゃったんですよ、うん、だから早く追いついてみんなで冒険したい、宴したい、うん、があるから急いでます、はい、これギアサードですね、食後ギアサード、こういうね、進化を遂げてるわけです、はい、まあすごいですね、はい、ここまでがまずルフィ個人の食事の変化、うん、はいはい、これが、まあ、さっき言ってたセクション1ね、セクション1、はい、こっからなんですね、はい、実はこのルフィの食欲というのはこれまで麦わらの一味にも多大な影響を与えてきていた、覚醒ですか、すごくいいこと言ってる。パイプ、どういうことなんでしょうか。あのね、今キリさん覚醒って言いましたけども、はい、パラミシアの能力者、例えばカタクリとかドフラミンゴの能力っていうのは、覚醒すると己以外のものにも影響を与え始めるんですよ、はいはい、この力をルフィはすでに食欲で体現しております。例えば見ていただきましょう、こちらリトルガーデンを出航する際なんですけれども、島食いを突破しなきゃいけない、はい、次の島に進むために、うん、ルフィとかは大丈夫だよ、巨人のおっさんが何とかしてくれるよって、うん、手放しで信用しちゃってるんですけど、ナミはそうもいかないわけですよ、うん、おい無理よ、食べられちゃうじゃないって言ってる中、
そんな状況にもかかわらず、なぜかせんべいを食う。いや食ってる場合ちゃうやろと、うん、喉何も通らないよってなるはずなのに、ここでせんべいを食えるっていうのはまずルフィと関わりを持ってるからだと思うんですよ。このちょっと前のシーンで、はい、まだリトルガーデンの陸上にいる時には、はい、せんべいパーティーしようぜみたいなことをルフィが言ってるんですけど、はいはいはい、ナミが拒否してるんですよ、はい、なんか知る場合じゃないでしょみたいな、うん、なんだけどいざとなるとやっぱり食いたくなっちゃう。これはルフィの影響、食欲の覚醒が始まってます。こんなに食欲に覚醒が、そうです、結構早い段階だったな。ただこれはまだ片鱗に過ぎません。まだ驚くことあります、皆さん、はい、いいですか。続いてこちら、スリアバッグをうまく抜け出しまして、次にまあレッドラインから魚人島に行くぞって目指しているところで、シャークサブマージ号にルフィ、ロビン、ブルックが乗って偵察してくれてるんですよ、はいはい、深海の方。そんな中、船の上では何が起こってるかっていうと、話を聞きながら様子を見て、でサンジーはスリアバッグにあったホラーなしのタルトを作ったの、はい、海ウサギいるじゃないですか。シャークサブマージが怪獣に襲われてて危険にさらされてる、さらに深度が 5000m 超えて機体もやばいみたいなことを通信で言ってるんですよ。だから普通だったらですよ、大丈夫って、ルフィ、ロビン、ブルック早く帰ってきてって言ってもいいじゃないですか、航海士としてね。なんだけれども、だけど困ったわ、パクおいしい。いや、うん、味覚に行くの早いよって。困ってないよね、これね。そう、食欲がもう優先しちゃってる。他のやつらも食べてるんで、ね、そうです。後ろのチョッパー、フランク、ソップもううわーって言ってもう波どころの話じゃないです。とにかくもう食欲、はい、食欲を侵されてしまってるのはルフィの影響。なるほど。これも続いて、はい、ご覧いただきましょう、こちらパンカーザの辺、うんうん、で、まあ、2年後になって、うん、深海魚弁当をサンジに作ってもらって、うんうん、持っていった、はいはい、でもここってまだ島に着いてすらないんですよ、うん、これから行くぞって1、2分前にじゃあねってこうやってたシーンの直後にもう食べ始めてる。周り燃えてんじゃん。そう、ね、ゾロはね、まあ、そういうとこあるかもしれないけど、うん、ロビンもですもんね。そうです、ね、これそうロビンなんですよ、うん、びっくりするのは食べてるっぽい顔だもんね。そうそう、モグモグは一応してると思います。だから揚げてるもん、ね、そう、いや早えよって、食欲がどんどん先行しちゃってる、うん、極めつけのシーンあるんですけど、はい、これ皆さん本当に見たらマジで心配になると思います。心配？やばいです、これは怖い怖い、もう恐ろしい。怖くない？いきますよ、はい、こちらホールケーキアランドに行く前に後悔してて、はい、ルフィが料理してくれたんですよ、うん、でも失敗しちゃって全部なくなっちゃったんですよね、うんうん、下手なんでルフィって料理が、ね、そう食べたいけど下手だからできない、うん、で食わずが続いててどうすんだってなってて、うん、みんななんか塩塩って塩れちゃってた、うん、そんな中釣りをしようってやっぱり麦わらの釣り得意なんで、うん、ルフィが釣り上げたのが鎧よこせっていう魚だったんです、うん、ルフィはもうすぐ食べたい、もう本当に食欲のゴンゲですから、うん、食っちゃうんですよ、そのパクパクって、うん、生で、うんうん、だけど、うん、チョッパーが一応サンジが船に残してくれている調理レシピがあったなと、うん、調理方法によると皮にめちゃくちゃな毒があるんですね、鎧こそって、うん、だからルフィは生で食っちゃって当然泡吹いて倒れてガクガクなっちゃう、死にかけている、死にかけてるシーンです、うん、船長がですよ、命の危機にある状況において、はい、店員は何をしてるんだ、うん、薬草が足りねえよ、パクパク、ま、いやチョッパー、あれ、え、早く島を見つけねえと、うん、ナミ、ま、パクパク、いや違うよ、チョッパー、ルビーが死にかけてるところで飯食わせようとしてるのもナミだしね、ナミもおかしいし、それをすんなり食ってるチョッパーもだいぶおかしいです。これが本当にルフィの食欲の覚醒の最たるで、一味が食欲に侵されてしまってるっていう状況です。だからルフィの食欲はすごいすごいでしょ、だってすごい影響力がすごい。確かに影響力がすごい。ちなみに言うと、食欲のゴンゲたるルフィも唯一、うん、空気を失ったっていう事件がありまして、はいはい、これは実は頂上戦争の時、アニエスを失ってしまい、失意のどん底にいる中で何も食ってなかった、うん、けどジンベエに食うことは生きることじゃってこう言われて初めてなんか、うん、あ、そっか食わなきゃっていう気持ちになるっていう、うんうん、以上です。拍手、ありがとうございます。はい、キリさん何か追加のトリビアありますか？ルフィはやっぱり食べること大好きで、さっきグレッグさんがあの夢の一枚でも実は隣に肉が置いてあって、うん、あの絵描きながら多分肉食ってる。あ、確かにそうだったわ。じゃないですか。ジンベイが魚人島で、うん、あの宴の後に2年後の、あの新しい情報をね教えてくれる時もルフィは結局飯が途中でなくなって立って話聞いてないみたいな場面があって、はい、彼にとっては本当に食が中心なんですよね。だけど唯一彼が食事を途中でやめた場面が多分1個だけだと思うんですけど、うん、あって、はい、エースが処刑されることを知った時に、はい、あそこ初めてルフィが肉を置いて喋ってて、そう、やっぱりエース絡みのことだったりするとそうルフィも肉より大事なものが結構あるというトリビアです。グレッグいかがでしたでしょうか、今の話。はい、え、
そうですね。そうですよ。悩んではいる。聞きながら思ったんですが、はい、多分ルフィがみんなに与えてるのは安心感。なるほどね。いいこと言うわ。いい。ブレイクさんのやつにいいねって言うしな。シャークサブマージのところも、うん、ルフィたちだから、うん、強いから、うん、まあ大丈夫でしょっていうことなんだね。そういうことね。そういうことだ。そうか。あれ？あれ本人がもうそっちで納得しちゃったもん。じゃあちょっと点数をね。はい、最後のブレイクのやつじゃなくて、のすけのやつでね。はい。たかしくん、何平でしょう。そうですね。はい。17平で。お、言うとこいいよ、でも。いいよ。でも。まあまあ、でもね、こういうシーンいっぱいあるってのはそうだね。では、キリさん、7平でしょ。僕も17平で。おぉ、平均点高い。面白かった。出口さん、何点でしょうか。14平で。ちょっと、下がったか。どうだ。さあ、そして、グレック何平でしょう。はい、のすけさんの熱心に。はい。16平まあということで、合計が64平おお、まあいいんじゃないですか。あ、全トリビアの発表が終わりました、はい、最高点は74平を獲得したキリさんの、サンジが銀に食べさせたのはピラフでありチャーハンでもある、うん、そしてたかしの何にはお金より好きなものが結構ある、うん、これも74票を取ったんですが、はい、2人がそれぞれ出した合計点でもう1個の方が高い方を優勝としたいと思います。合計平たかし138、はい、おキリさん142というわけで第2回ワンピーストリビアの泉、うんうん、優勝は、うん、キリさんです。拍手おめでとう、おめでとう、いい戦いでした。ありがとうございました。キリさんはね、どっちもトップバッターで優勝ということで、中川家以来の快挙ですか。トップバッターの優勝は本当にないですからね。今回ね、めちゃめちゃ面白いトリビアいっぱいありまして、2回にわたってね、はい、やってきましたが、感想を聞いていきたいと思います。たかしくん、どうでしたか。面白かったですね、うん。これも定期開催決定です。決定ですね、これね。お願いします。いいですね。あ、そっか、自分で自分で出さないそれだけじゃねえんだ。そうです、まあ、出すのもでも楽しいんですよ。改めてワンピースこう深く読めるんで、確かにワンピースをこう研究するというか、うん、今あるものをこう読み解いていくっていうのすごい楽しいんで、次回もちょっと開催あったら頑張ります、うん、キリさんいかがでしたでしょうか。今回なんとか優勝させていただいたんですけど、うん、自分はあのトリビアを探そうと思ったんじゃなくて、本当に熊本県に遊びに行きたくて行って、でそこで偶然知った情報をただお話しさせていただいただけなんですね。なるほど。で多分なんかワンピースってすごいイベントもたくさんあるし、本もたくさんあるし、だから触れていくうちに多分皆さんも僕たちが知らないトリビアいっぱい見つかると思うんで、うん、僕ももっとワンピースで遊んでいきたいと思います、うん、めっちゃいいコメント締めのコメントです、ね、出口さん今回もね、審査側で参加していただきましたが、いかがでしたでしょうか。前回の1回目のアーロンの話とかでもそうだったんですけど漫画の世界として読んでるものが今回より一層こう身近な同じ人間としての読みなんか見方ができるトリビアが多くて面白かったな。なるほど、うん、ありがとうございました。グレッグ、はい、いかがでしたでしょうか。初参加でしたが、今日はもう初めて参加させていただいてとても光栄に思っているんですが、それだけじゃなくて本当にいろんな気づかなかったことを初めて知って、いろんな形でこれ使えたらいいなと思っています。はい、はい、ありがとうございます。のすけくん、はい、ちょっと残念ながら優勝は惜しくも逃してしまいましたが、いやでもあの1個目のクザのやつとかの反応を見るに佳作は取れたかなと。あれ面白かった佳作ね、そうそうそう、涙だったあれね、あの反応めちゃくちゃ良かったんで嬉しかったです。でまたその麦わらの一味がどうしても情報量が多くて、トリビアの割合的にもね多くなると思うんですけど、ただそれ以外のキャラクターもめちゃくちゃ書き込まれてる要素あるんで、次以降のねトリビア一体どんなものが出てくるのか非常に楽しみです楽しむ側だ、それ楽しみだもん、はい、ありがとうございました。それでは優勝されたキリさんにはご褒美がございます。優勝したキリさんには恒例の神保町の美味しいメロンパンをプレゼントいたします。おめでとうございます。おめでとう。のすけくん、どういうことか説明してください。こちらですね、本家トリビアの泉において、優勝した方にはこちら金のぞー、っていうくらいがメロンパン入れになってる金のぞーっていうオブジェをねパカッて開けるとプレゼントします。それをオマージュして、はい、それをオマージュしております。
そして今回も参加賞ということで出口さんにも神保町の美味しいメロンパンをプレゼントいたします。あるんかい。当然です。参加賞と優勝商品が同じなんだ。それがおかしい。ただですね、所長いいですか。はい、どうぞ。この景品がメロンパンであることもルフィの食欲の影響です。違います。違った。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。こういう楽しみ方してもらえると嬉しいかなと思います。はい、それでは締めに行きたいと思います。はい、次回もこの動画に仲間がいるよ。ワンピース仲間がいるよ YouTube では今後もワンピースに関わる様々な企画をやっていきます。高評価、通知ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。次回もこの動画に仲間がいるよ。